さあ続いての企業様です、はい、ミシェルさんは CSO っていう言葉聞いたことありますか？ CSO、CEO、はい、CSO は聞いたことないな。でも今 CEO って言ったから、ね、ちょっと近いですね。あ、そういう感じ、はい。今回の企業様の実は社名に大きく関わっている言葉なんです。そうですか、うん、いや分からん分からん。今回はその気になる社名についてもお話を伺いました。こちらの企業様で何でしょうか。皆さんは CSO という言葉を聞いたことがあるだろうか。チーフストラテジーオフィサー、日本語では最高戦略責任者である。文字通り企業において最高の戦略責任者であり、企業の発展や活性化、業績向上のための企業戦略を立案し実行する役割を担っている。そんな時代に CSO を社名に用い、さまざまな事業の戦略を描き実現、そして成功へと誘う男がここにいる。 CSO 代表関茂雄。独自のメソッドとビジネスで企業のターニングポイントを作り出す CSO は、代表を務める関自身の経験をもとに、さまざまなツールや人材、人脈を活用し、課題解決の戦略を実現し続けている。今回は関茂雄をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。まずはじめに CSO さんの社名の由来から教えていただけますか。はい、CSO っていうのがチーフストラテジーオフィサーっていう形で、ストラテジーっていうのが戦略っていう意味なんですけど、アメリカとかでも CEO とかいろいろあると思うんですけど、あれの一つの役職として CSO っていう役職があるみたいで。まあ、そうですか。なので戦略を思い描いて、でそれを実践するためのお手伝いをさせていただくのが私のお仕事なので、なので社名にさせていただきました。はい、平たく言っていただくと、戦略家の責任者みたいな感じですかね。そうですね、2つあって、今採用関連とあとは集客関連のマーケティング戦略を構築するお手伝いをさせていただいてるんですよね。はい、コンサルタントですね。ということで今回はその戦略を可能にするメソッドを関に学ばせてもらうことに。じゃあ先ほど の自分の事業のことに関して細かく説明をさせていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。先生よろしく。先生こちらご覧いただいて、で私が先ほど申し上げた集客と採用をじゃあコミットしてやるっていう話になってきた時に、それを達成するためにじゃあ売上いくまで上げますっていうところとか、あと採用人数何人までじゃあ必ず集客をお手伝いさせていただきますっていうコミットをするんですよね。でそれがなぜ実現できるかっていう公式を私は作ってるんですけど、その公式がこちらになります。へえ、はい、じゃあ今1個ずつ説明させていただければと思うんですけど、でまずこちらの MLTV の M がこの最大化って意味なんですけど、で LTV っていうのがライフタイムバリューって言って、お客様との関わる生涯顧客価値っていう意味なんですけど、さっきもちょっとお話をしてた通り、関わり方をどんどん深く要は長くしていくと、でこのライフタイムバリューという顧客価値が最大化しますよねっていう考え方をしていて、絵で表すと一人のお客様がいらっしゃるってなった時に、でこのお客様に対してじゃあみんな一時的にサービスって提供してるだけなんですよね。なんですけどこの人が必要なのって、じゃあ例えばじゃあお水飲むってなった時に、じゃあお水だけが人生生きていく上で必要なわけないですよね。でその他にもいろんなサービスが必要なことがあると思っているので、なのでそのサービスって何かなっていうのをずっと考えて、でこれも必要ですよね、これも必要ですよね、これも必要ですよねっていうところを、みんな自社のサービスじゃないからって言ってもう提供するの諦めちゃってるんですよね。なんですけど結局こういったサービスって自分たちのパートナーになりうる人だったりとか、他の方々ってサービスとして持ってるものなので、なのでこれジョイントベンチャーって要はコラボですね。なのでコラボでこのサービスできますよねって、このサービスできますよねって、
このサービスでできますよねっていうところで、でサービスを一つに絞らないっていうやり方をしてやってるんですよね。そうなんです。でその時にすごく私が重要視している考え方として 3C 分析じゃない考え方をしてるんですよね。で世に言うマーケッターの方々っていうのは 3C 分析 3C 分析っておっしゃるんですよね。あ、そうなんですか。はい、この C っていうのが、でここがお客様カスタマーですね。はいはい、カスタマー、はい、あとはこっち競合ですよね。競合ね、競合がコンペティターっていう英語で言うと、はい、であとは自社っていうことで自分の会社ですね。これをカンパニーって言うと思うんですけど、そういうのを考えた時にお客様がどんな方で何を求めてるかっていうところと、あと競合が広告とかで何を打ち出してるかっていうことなんですね。ってなった時にお客様が求めてて競合ができなくて、じゃあ自社ができることってなるとここしかなくなりますよね。あ、なるほど、これ分かりますよね。はいはいはい、これってじゃあ独立したての人どうなんのって話なんですよね。うん、独立した人ってここ限りなくちっちゃくなっちゃうから、だから結局できることって本当限界が生じてしまうので、ですぐ潰れてしまうとかってそういう理由かなってすごく思ったんですよね。だから 3C 分析って今私が考えてるのって限界を作ることしかないなって思ってるんですよね。だから私たちはこの考え方ではなくて、でこういうのをしてます。メビウス分析って言うんですけど、これちょっと自分で作った言葉なんですけど、要はお客様が求めてることも競合が打ち出してることも全部この考え方で言ったらつなげられますよね。そしたらつなげた結果自分たちができることって無限大になりますよねっていうところが私の考え方で、そっちの方が自社ができることってどん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 広がっていくんじゃないかなっていうのがうちの考え方です。なるほど。その中の取り組みの一つとして、例えば弊社が取り組んでいる事例としてはカメラマンさんがいらっしゃるんですけど、今まで例えば新卒用のプロフィール写真しか撮影してなかったっていうお客様がいらっしゃるんですけど、毎年3000人ぐらい撮るんですよ。わー、でその方写真撮って終わりだったんですよ。でもせっかく撮ってるんだったら、その学生の子たちにもっといろんな経験をさせてあげてプラットフォーム化して、でうち採用支援活動やってるので、うちとガッチャンコにしたらそのカメラマンさんが採用支援もできるようになりますよね、っていう事例ができたりとか。はあ、なるほどね。みんなと協力してやれば限界なんかなくなりますよねっていうのがうちのビジネスモデルです。単独じゃなくてみんなで持ち寄ればいいじゃないかっていうね。そうです。自分の持ち家持ち家をね。そうです。ああ、なるほど。こういう青写真を描いた上でその施策をやるってなった時に、デザイナーさんもコピーライターさんもシステム屋さんも全員やっぱ必要になってくるので、人を雇う力がないっていうんだったらうちが準備しますということで、マーケティングチームも準備して差し上げて、だから戦略を描いた上でその戦術をマーケティングチームと一緒に回していくことによってゴールコミットっていうのをさせていただいてますっていうのがうちの事業です。続いては代表を務める関がなぜこのビジネスにたどり着いたのか、その原点について話を聞いてみた。こういうスタイルを確立されるまでのお話を伺いたいんですけれども、生い立ちなんかも教えていただいていいですか。もちろんです。生い立ちなんですけど、新潟県で18年間生まれ育って、ちょうど私が高校3年生の時に中越地震っていうのがあって、ね、地震の時に車で生活したりとかもちょっと体験してですね、で、まあ、少しやっぱりお金がなくなってしまってからの大学生活がスタートだったので、だからちょっと自分でもお金が稼ぎたいなって思ったタイミングで、で18歳に入ったのが家庭教師派遣の会社だったんですよね。で営業向きだねっていう風に言ってくださって、ね、いつの間にやら家庭教師をする役割じゃなくて、家庭教師派遣の前の体験説明の役割をいただくことができましてですね、でそのお仕事がアルバイトじゃなかったんですよね。完全歩合って言って契約いただけなかったらお給料がいただけないっていう形になっていたので、計らずして個人事業主生活がスタートっていう。まだ10代で、あ、そう、18、19の頃ですね、はい、そしてご自分の会社を立ち上げ
られる時にはモットーといいますか、これは絶対大事にしようっていうのは、それまでって本当に営業生活が長かったので、でそこでしてしまったことだったり、それを反対にちょっとやらないようにしてこういうふうにしようって決めたことがあって、で必ず売り逃げしないっていうのを決めたんですよね。私があの家庭教師の営業をさせていただいた頃っていうのは、家庭教師じゃ契約決まったらその後私行かないわけですよね。行かなくて、お母さんとか親御さんから見ると、お子さんから見ると、いや売り逃げに見られたりするタイミングも当然ありますよね。あとは他の企業さんでもあの営業活動って様々にさせていただいたんですけど、やっぱり売って終わりだよねってずっと言われてしまってたので、そこの関係性がすごく嫌だなって思ったので、ちょっとガラリとシフトチェンジをして、とにかく本当にあの一生涯真心の代までお付き合いするとしたら、今の自分に何ができるかっていうのを前と違って考えるようになったっていうのが大きな変化かなと思ってます。でお客様からはね、どんな声が届いているのかなっていうのも。そうですね、お客様から言うと本当によく言われることで言うと、もう視野が広がりましたっていうところとか、あとは本当に一番大きい、あの多いお声としては、生まれ変わりましたっていうお声が多いですね。それだけ人が変わっていきますか、やっぱり。そうですね、うちの事業コンセプトがあのリボーンっていうんですけど、さっきお伝えした通り、ライフタイムバリューってずっと伸ばしていくと、どっかにあの要は引っかかりどころがあって、いつでも夜明けにできるっていうのがうちのビジネスのいいところかなって思ってるので、なんで生まれ変わったよっていうふうに言ってくださるコメントっていうのはすごくありがたいなと思ってます。今描いていらっしゃる新しい展望もありますか。はい、ね、うちのビジョン自体がで CFO エコノミーズっていうのを作りたいなと思っていて、で本当にそういった形で枠を外した考え方ができる人たちの集まりが、まあ、経済圏としてできればすごく素敵な取り組みになるかなと思っていて、ご家庭でお金がないないって言ってても、じゃあお子さんも、で親御さんも、まだ全然いろいろ手段あるのに全然できてないところってあると思うので、そこら辺をあのしっかりと教えて差し上げられるような塾があるとすごく素敵なんじゃないかなと思って、だから教育から変えていきつつ、ご家庭も変えていって、その経済圏の、ね、世帯所得っていうのがすごく上がってくると、これ面白い形になるんじゃないかなって私は考えているので、それをするためにちょっと順序順序立ててしっかりと行動しているっていうような段階ですね。はい、前例のないビジネスにも果敢に挑戦を続ける関茂雄。そんな男が胸に刻んだ格言とは。先ほどからあの何回か出てるリボーンなんですね。あ、はい、もう本当に自分に対しても他の人に対してのもそうなんですけど、あの救いの言葉になるかなと思ってるので、毎瞬生まれ変われるんだったら、泥臭くてもかっこ悪くてもいいじゃないかっていうのを自分に対しても他の人たちに対しても向けて言っていて、でいつでも生まれ変われる前提だったら何でもチャレンジできるかなっていう、まあ、そこら辺のスタンスで取り組みを進めさせていただいてます。はい、いつまでもいつでも我々をリボンさせてくださいっていうねあの悩みがある人を解決しますって、そういう方針で、ね、今後ともご活躍ください。ありがとうございました。ありがとうございました。